こちらですね。はい、大丈夫です。はい、ではこちらですね、八丁味噌はですね、今も昔も原料は大豆と塩のみです。まず大豆をきれいに水で洗って水に浸します。水を含んだ大豆をですね、奥の大きな古式、現在でいうせいろで蒸します。蒸した大豆を粗く潰して、大人の握り拳大ぐらいに握り固め、味噌玉を作ります。その味噌玉をですね、このように職人が担いで2階の室へと上げていきます。皆さん、よかったら上をご覧ください。天井ですね、天井をご覧ください。はい、でこちらは竹で編まれています。こちらはですね、空気の供給を行うとともに、昔は寒仕込みといって寒い季節に仕込みを行っておりましたので、1階で練炭などを炊いて暖かい空気を2階へ送るため、このような作りとなっております。2階の室で発酵いたしました味噌玉は豆麹と言います。でその豆麹をですね、こちらの皿に失礼いたします。入れていきます。はい、こちら土のお団子のような形になっておりますが、こちらのたらいに入れていくんですね。はい、でこのたらいは半切りと言います。でこちらの味噌玉にですね、塩と水を加えてこねます。たらいの重さは40キロほどになりますが、このように職人2人で担いで、奥のおけいと150回ほど往復します。で、中におります職人は踏み込みという作業を行っております。清潔で白い足袋を履き、味噌を踏みしめ、中の空気を抜いていきます。で、いっぱいになりましたら蓋をしまして、隣の、右の木桶のように天然の川石をですね、塩水状に積み、八丁町の自然の気候の中で二夏二冬天然醸造で、八丁味噌を熟成していきます。で、現在材料などを運ぶ際は機械などを使用しておりますが、このような踏み込みや石積みといった味噌作りの根本となる作業は現